もうでも大体いけますね。抑えてる抑えてる。許可。なんかもうなんか癖とか分かったんですか。あ、分かりました分かりました。やっぱボレーやり慣れてるんで、ちょっとこうダウンスイングなんですよ。足が切る感じ。こう切ってる。そう。でも切っちゃうと距離が止まらなくなっちゃうんで、水平に振りたいです。こうボレーってことですか。そうそう。あのボールが重力で落ちてくるじゃないですか。だから下に力はあるんで、これを水平に切るだけでバックスになるんですよ。はいはい、だけどこういうイメージはいらないってことですか。いらないです、いらないです。そうなんだ。そのスイングをなるべくこうしたいんで、最初のところをもう上げたところから横に振るだけです。はい。上げたところは横に振るだけ。でもそこだけを調整したら多分皆さん切る。インステップ側にしてこれこうでいいですか。そうそうそう、それです。この半円の真横で蹴りたいんですよ。ちょっと回転かかるみたいな話してるじゃないですか。こうやって斜めにバーって、はい。あれは体の前とかで当たっちゃうと、ここのところから内側に当たるじゃないですか。前で当たる。そうするとこっちに当たっちゃうんで、こうやってなっちゃうんですよ。真横で体の真横にトスを上げる。ボールちょっと前上げるじゃないですか、はい、したら体が入ってきてこの横のところにボールが来ればこれだったじゃないですか。横なんすね。そう、横です。こう上げてたわ。俺前にちょっと前やったわ、うん、そう、前だと当てやすいんですよ。コントロールしやすいんですけど、バックスピンは真横です。なるほど。それ一つ、はい、と、あともう一つはオッパッピーしましょう。オッパッピー。オッパッピーよしよ蹴るときに皆さんこういう感じで蹴ってますよ。もう手ブラーンって感じで。でもこの蹴り足と反対の手をこう広げると体が伸びるんですよね。めっちゃ足もちょっと上げやすくなるので、はい、そうです。こういうことですね。そう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 。これで伸ばしていく。この2つだけ意識したら、とりあえず意識してやりましょうか。真横とオッパッピー。真横とオッパッピーと横に、下じゃなくて、そう、ダウンじゃなくて水平に振ります。水平、はい、なるほど。こう、そうそうそう、こうじゃなくて、はい、こういうことですね。そうです、そうです。ちょっとそこの調整だけまずオッケーやりましょう。オッケー、はい、お願いします。だちょっと高さは胸ぐらいで蹴る感じでやった方がいいかもしれない。最初それでやった方が調整しやすいと思います。いきます。はい。いや、下に打ってる。下に、そう、めっちゃダウン。違う。いや、オッパッピすぎた。いやあ、そう、イメージ悪くないですね。あ、そう、イメージ悪くないですね。高さはボールに出した後寄っちゃうんで、そのままこっち行ってほしい。あ、なるほど。で、あ、忘れた。忘れてた。お前よく言ったらすぐ忘れた。気持ちいいな。見てるだけで気持ちいい。だってこれさ、意識したらさ、ちょっとおかしくなっちゃうね。ここからつくじゃないですか。でボール離したらこう入る。格闘技のキックみたいな、ジャンプ回し蹴りみたいな。こいつダメなんだよな。あ、でもいいっすね、いいっすね。こいつ本能で生きてるから教えられても伸びないんだよな。うわ、あー違う。タイミングっすね、タイミング。最後の最初真横です、真横。そんなにねじ込まないで大丈夫。この状態からです。ここから右足まっすぐ抜けたまま出します。そうそう。で右足でジャンプして、そういう感じ、そういう感じ、そういう感じ。ボールになるべく寄らないように。あー、そう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 、でこ今のいいっすね。横に最初もう硬いっすね、あれは。こことこれでこう。ここからこう。イエスイエスイエス。で右足で飛ぶ。で右足で飛ぶ。そう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 。できたわ。できてない、できてない。ああ。おお、いいよ。あ、そうそうそう。
素晴らしい。いきなり今ちょっと世界1か2かちょっと争ったね今ね。今争ったね。いやーほんと綺麗っすね。あーやっぱ蹴るの早いっすね。蹴るの早いっすか。投げてから蹴るまで早いっすね。あーなるほど。ここから割と出してすぐこう当たってんすよ。出してからちょっともう少し行ったりしないと。ここからあーなるほどなるほど。でその間に追い越しすぎちゃうと詰まっちゃうし、はい、逆に行かなすぎると前でちょっとこうなっちゃうんで、トスの位置が重要。そうトスがこう体の前あるところからなるべく真上に投げる感じです。真上に、はい、でも体進んでるんでちょっとボール前に行くじゃないですか、はい、でこの時に軸足とおへその間ぐらいの位置で叩けるそんなイメージ。そんなイメージ。で今軸足つま先なんですけどかかとつけたいです。え着地の時そう着地こう意識してね一個一個ね分かる分かる分かる多分手も忘れてスポーツジャングルだけどね。ブーン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 うわー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 う